こんにちは。ライブ配信を始めます。水曜日の銀河皇帝トール TV サマーナイトライブ、ライバートール大佐タゴイアメガアズマトールライブ配信です。トール TV のアズマトールだよ。ギャ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 ギキラ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 。こんにちは、小田裕二です。こんにちは、小田裕二です。今日の内容はですね、能登半島で震度7の地震が起こりましたので、地震のライブ配信をしたいと思います。能登半島地震、なんだっけな、1月1日に震度7の地震が起こりました。ですんで、その地震をもとに災害の現在状況などを、見ていきたいと思います。辿るのはちょっと前になりますね。1月1日なんで、ちょっと待ってください。2024年1月1日16時10分ごろ、石川県能登地方輪島の東北東30キロ付近で最大震度7のマグニチュード 7.6、 深さごく浅い地震が、最大震度7の地震が起こりました。情報、津波情報等、大津波警報、津波警報あるいは津波注意報を発表中です。この地震について緊急地震速報を発表しています。1月1日に震度7の、大変強い最大震度7クラスの地震が起こりました。ついに起こってしまったという感じです。最大震度7、石川県能登地方です。輪島の東北東30キロ付近、能登半島地震、今日は1月10日ですが、水曜日14時51分です。地震情報をお伝えしたいと思います。災害の情報、能登半島地震の死者203人になりました。災害関連死7人、厳しさ増す避難生活、朝一の組合員140人ほどの安否不明、火災で約200名が焼失した輪島市の朝一通り、大規模な捜索活動が始まります。避難所、看護師が過重労働に、いまだ孤立状態3000人超え、自衛隊の支援活動に密着。能登半島で甚大な被害が出ている地震で、石川県は10日午前、死者数が203人になったと発表しました。
死者は市町別で珠洲市91人、輪島市81人、穴水町20人、七尾市5人、志賀町2人、野戸町3人、八朔市1人、そのうち災害関連死は県が9日に初めて6人を確認したと発表しました。安否不明者の一覧表は足利県のホームページで確認できます。押し寄せる津波、逃げろ、叫んだ夫は行方不明。瓦礫の下、呼び出し音が知らせた妻の居場所、ごめんな。第三次映像が招く共感疲労、高齢者は注意。崩れた実家の前で涙、妹は最後まで子供を守った。夜間のお湯かかりやけど、5歳男児の死亡確認。倒壊した家屋の前で涙を流す妹が下敷きになり、約2時間後に救助されたが助からなかったという。1月10日現在の毎日新聞、はい、こちら仙台基地、石川能登の皆さんは逃げてください。能登地方では地震が頻発しています。すごい数の地震が頻発しています。震度1以上だと猛烈な数になっております。佐渡で震度5強、1月9日17時5分1月7日21時、最大震度4、石川県能登地方、震度4クラスが続きます。1月6日、23時20分、能登半島沖、震度6強。4月6日、午前5時26分、能登地方で震度5強。1月2日23時に9分、最大震度4度、能登地方。1月3日10時54分、震度5強、能登地方。1月3日2時、震度5強。すごいですね。3年分が一気に起こってますね。震度5強が何個起こってるんですかね。能登半島沖、1月2日17時。13分、震度5強。震度5強から動画になります。1月2日10時17分、震度5強。1月1日20時35分、震度5強。
震度4が多発しています。1月1日18時40分能登半島沖震度5強。あ、震度5強が連なりますね。そして1月1日16時10分頃、最大震度7、マグニチュード 7.6 の震度7クラスの地震が起こりました。石川県能登地方、16時10分前だと震度5強が16時6分に起こってますね。その前は1か2なんですね。いきなり最強クラスの地震が起こり、あとは余震が震度5強ぐらいが断片的に続いていくんですね。津波の映像とか出てきてますが、今日は1月10日です。1月1日の16時に地震が起こりました。窃盗や性被害に注意。デマ誤情報に注意。災害時に広がる偽り情報、デマを拡散しないようにしましょう。誤情報を拡散しないようにしましょう。ライフラインの状況はどうなんでしょうか。電気、ガス、水道、どうなっているでしょう。給水所、入浴、シャワー、トイレ、支援物資拠点など、どうなんでしょうね。能登地方は大変です。最大震度7の地震が起こってしまいました。皆さん備えてたでしょうか。僕の、サイトを見て地震に備えてください。能登半島地震、これからも、これから復興を頑張ってください。それでは、東将軍が全国天気予報をしたいと思います。タンフや俺のかっこいいよこの時計、タンフや
頼むよ。シーマスター、かっこいいよ俺の時計。シーマスター、もう一本買おうかな。もう一本買おう。頼むよ。もう一本買おうかな。それでは全国天気予報をしたいと思います。仙台市4度晴れ、仙台市4度晴れ、東京11度晴れ、大阪8度雨、沖縄市17度雨、札幌市マイナス7度雪、青森市マイナス3度雪、新潟市4度、鹿児島市13度晴れ、盛岡市1度雪、福岡市11度雨です。仙台が4度で東京が11度、沖縄が17度です。札幌がマイナス7度、青森がマイナス3度、盛岡が1度です。福岡が11度、鹿児島が13度です。札幌がいよいよマイナス7度になりました。今季一番寒いですね。マイナス7度、沖縄が17度です。沖縄に行きましょう。皆さん、トール TV のトレーナー、スズリで売ってますので、ストタブからトール TV のショップで買ってください。ワンカップが売ってますので、ワンカップや缶バッジや、今日アクリルキーホルダーを買いました。トール TV ストアで、買い物をしてください。正月の絵です。エビとタイ、トール TV のマンカップです。これマルボロ、これウィンストン。あ、ちょっと卵吸いますかね。あ、反対だ、反対だ、あ、反対だ。ヘルメットかっこいいですか。タバコをつけてみました。マルボロのミンソルト、ミンソンです。ちょっと照明が足りないですね。もっと強力な照明買えますかね。18分。地震の情報をやっております。チャットが固定できないんですが、どうしたんでしょう。固定できない、困りました。石川県能登地方ライブ、震度な、石川県能登地方地震ライブ、震度な、16時10分ごろ津波あり、地震の皆さんどうでしょうか。
安否確認など進んでるでしょうか。復興頑張ってください。はい、こちら仙台市石川のどの皆さんは逃げてください。ちょっと休憩します。札幌がマイナス7度で沖縄が17度、沖縄行きたいですね。冬の寒さは異常気象です。皆さん、トール TV をよろしく。トール TV、 トール TV、 このロゴを使ってください。トール TV、 このロゴを使ってください。トール TV、 こんにちは、カンポンです。こんにちは、カンポンです。鉄橋地震アナウンサー、能登地方震度7。津波警報最新の情報ですが、富山県は既に津波が到達、ただ津波は繰り返しますので、決して引き、それでは、東徹のチャンネル全紹介をしたいと思います。あ、その前にスニーカーを買ったので紹介します。黄色いのスニーカー、こんなにすごいです。靴底がちょっと滑りそうですが、黄緑色のスニーカー、すごいですね。これ履いて目立ちたいと思います。すごい目立ちますね、この黄緑色のスニーカー、スニーカー、これは履きたいと思います。ヒドゥンファッションスポーツ、スニーカーランニング、モイモス、スニーカーランニングスニーカースマズコーラだ。
みます、コーラ飲みます、ひとまずコーラを飲みます。おかしまいます。チーズケーキ、ミニケーキ、チーズケーキあります。これ美味しいですね。1000円で20個入ってますが、バランソンミニケーキ、あの大塚のミニケーキですね。大塚のと同じです。ちょっとこれ最後の1個なんだけど出してみますね。20個で1000円です。これまた買いたいと思います。これ美味しいんで、あれはセブンシーでも撮ってます。ですので全チャンネルに出せますね。銀河皇帝のライブ配信、僕が送ってたのカロリーメイトと同じじゃない、同じじゃないけど、これ美味しいですよ。美味しいよこれ、カロリーメイト。この卵面白いでしょ。ウィンソンとマルボロ、カロリーメイト美味しいです。ミニケーキ、寒いんで毛布しますね。これ自分の出てますね、ライブ配信。自分のこれ流してみますか今。タイムラグですね。同時に流れてますよ。では今全チャンネル紹介をしますんで、ちょっと待ってください。皆さん、スワタブからトール TV のグッズを買ってください。スワタブからトール TV のグッズを買ってください。あ、出ましたね。おすすめチャンネル、マイページ、アカウントを切り替える、トール TV チャンネル登録数7330人います。バツキンデラ地震津波マハラジャチャンネル、チャンネル登録数2730人、東時計店チャンネル登録数140人、
ジネスターズ地震津波リラックスチャンネル91人、ともくん MTV19 人、サタデーマガジンあずまくんパラダイス94人、トールバイク2輪20人、トールパチンコチャンネル54人、アスマトールチャンネル215人、トール地震津波解説チャンネル90人、トールのアニメワールド1130人、トールマックマクドナルドドライブスルーチャンネル1790人、日本全国地震に備えるチャンネル4770人、赤線インコの Q ちゃん1110人、トールエアー337人、銀河皇帝あずまトールチャンネル56人、カメラのトールチャンネル315人、トール大佐チャンネル958人、衝撃の早食いトール食堂693人、トール石油チャンネル1390人、ドラレコドライブチャンネル270人、トール地震津波発生ライブ完全収録チャンネル317人、トモ君高速鉄道524人、トールアウトドアキャンプチャンネル71人、ドラちゃん6チャンネル22人、シマリスのポンタ君77人、アズマアイドル7チャンネル投稿層2450人、トール観光旅行国内旅行183人です。全部収益化したいんで皆さんチャンネル登録してください。モノトゲかっこいいわ、もう一本買おうな。10万人にならないんですかね。あと、地震津波センターが1万80人、地震津波センターが1万人を超えたので、チャンネルの中では一番地震津波センターが数が多いです。能登の地震で1万人を超えました。1万80人、全部収益化したいんで皆さんチャンネル登録してください。あと細かいのがまだ何個かありますが、パツキン寺地震津波マナーズチャンネル、最強金運アップ、宝くじはギャンブルです、お金の浪費に気をつけましょう、なかなか増えないですね。一気に10万人になってもらわないと、ここまで1万人を超えましたんで地震津波センター、皆さん全チャンネル登録してください。 Gmail ないかな、何か。Uber Eats でマクドナルド頼もうかな。クラブ JT で、ジップライターを応募したいんだけど、
なんか機械に間に合わなくて応募できないですね。タバコで遊びたいんですが、タバコをやめた方がいいぐらい吸いすぎですね。年間140万円っていう、本当ですか？ウーバーイーツでホットモット頼むかな。まだ KFC でお得なやつ売ってましたね。890円でチキンセット、それ買ってピクニック行きますかね。これから行きますかね。地震に遭われた皆様、復興をお祈りいたしております。USB ケーブルとか、たくさん買いましたね。お買い物を続ける。丼を買いました。丼、あの吉野家のどんかっこいい丼、3000円しました。あとバスタオルとかタオルも買えた、新しくしました。USB Type-C ケーブル3本セット、1メートル、1メートル、2メートル。これで680円でした。安いですね。中華製に勝てないでしょう。皆さん、トール TV の写真集を買ってください。1200円から99億円までありますので、1200円から99億円まであるので、皆さん買ってください。メルカリ、ヤフオクに売ってます。あと USB 充電器も買いました。 USB 充電器2個で999円。三股プラグで、三股の USB 充電器を2つ買いました。2つで999円。
中華生すごいですね。どれまだタバコ吸いますかね。反対だ。あ、反対だ。あ、反対だ。はい、こちら仙台基地能登の皆さんは逃げてください。正月がすぐ終わってしまいました。1月10日です。とは編集に時間かかるので、このくらいで終了したいと思います。皆さん、地震に侵された皆さんは大変復興に頑張ってください。それでは皆さん、さようなら。